はい、フリーライターの井津川哲せる暇で,です。室内で転んだ、足の指折れた。人生三度目の骨折ということでやっていきたいと思います。えー、っとですね。5月の10日ですね、もうあの、2日前になっちゃうんですかね。うん。の夜にですね、実はあの、転倒しまして、7時、7時、8時ぐらいですかね。家の中にちょっと転んでしまいまして、つまずいて。 でめっちゃ痛くておかしいなとは思ってたんですけどまあそのまま放置してたんですよね。ただだんだんだん腫れていってすごい腫れ上がってとりあえずそんなめっちゃ痛くはなくなったんですけどもでもちょっとおかしいということでえっ、ー、とまあちょっと念のためだ僕かなんかだろうけど念のため病院行っとこうかと思ってさすがにねあの 足の指がね、変になってしまって、変にくっついたとかってなると、しゃれにならないし、あのね、病院に行ったんですよ。そしたらですね、折れてたんですね。<laughs> あの、折れてたと言っても、まあ、あの、ヒビなんですけども、ま、ヒビも骨折らしくて、骨折ですねっていう話でした。で、えー、なんで、こっからが、あの、 びっくりな話だったんですけども、場所的に固定できないから、もうあのこのままでいいよと。ただ、あの、体重かけたりしないでねっていう話で、まあ、歩くのもね、ちゃんとあの後ろに体重かけて歩けば大丈夫だよみたいな感じで、本当に大丈夫なのかと不安になりながらも帰ってきたわけですけどもね、うん。まあ、お医者様がね、いいって言ってるんだからいいんだろうと。 一応痛み止めだけもらって痛かったら飲んでくれと。いう話で。なか,かなり多めにいただいたんですけども、こんなにいるのかなと思いながら。うん、ここから痛くなるんですかね、まだね。うん、なんか、いっぱいもらいました。あと、湿布ともらって帰ってきました。あと、胃薬か、うん。そういう感じなんですけどもね。まあ、あのー、ね、ついこの間階段から落ちて、あのー、 体、あっちこっち痛えって言ってたら、今度は転ぶって。転んだ時はね、足しか痛くなかった足とか、指しか痛くなかったんですけども、もう今ね、あの、それで歩いたりとかしてたもんだから、なんかもう、なんか足が痛いですね。足全体が痛いですね。ふくらはぎとかね、あの、いわゆる便器のあたりとかね、全体的に痛いっていう、状況になってしまっています。はい。なんか、あの、あなプライベートな話するとき、毎回怪我してるね、みたいな感じになってしまってって、申し訳ないんですけれども、うん。 本当ね、うん、毛が多いんですね。気をつけないといけいんですね、本当ね。あの、体力をつけて免疫力をっていう話をずっとしているにもかかわらず、あなたが骨折して動けなくなってどうするよっていうお話なんですけどね。うん。まあ、あの、動いていいとはお医者さんに言われたので、あの、動くんですけれども <laughs>、うん、ちょっとね、うん、そんな前ほど、うん。 まあ無理かな。いわゆるあの、人がいない時間帯にね、公園に行って歩いてたりとかもしてるんですけれども、ちょっとまあ,あ、犬がいるのでね、行かないわけにはいかないんだけれども、前みたいに結構長い距離歩いてあげたりとかはできないのかなと、ちょっとワンコごめんっていう感じなんですけどね。うん ねえこれで僕の免疫落ちるとかってなるとちょっとシャれにならないんでなんか考えなきゃなとは思ってるんですけども家でできる運動をねあの足に負担かけずにねできる運動をちょっと考えていかなきゃいけないなとは思いつつも、うん、何かあのいい運動を知ってる方いたらねぜひ教えていただければとは思うんですけれどもねうん はいということでですねあの、この話題であんまり引っ張っても仕方がないので、これで終わりたいと思います。はいということでですね、まあ、あのこの動画からあの新しく来てくださった方っていうのは、あんまりいないとは思うんですけども、一応宣伝がでら、ふ、えー、普段はです、ね、政治について話しています。えー、と最近だとですね、まああの、緊急事態宣言の解除への私の思案、 ロードマップですね、えー。ロードマップ。小池さん流に言うとロードマップ。えー、吉村知事流に言うと、えー、出口戦略というのを出しています。あとですね、えー、他何に出してるかな。うんと。あと、これを機会にね、数なら休むを新常識にしようじゃないかというお話とかね。 そういう話もさせていただいているので、ぜひねあの、その辺の動画をね、えー、見ていただければと思います。はい。まあ、新しいやつですね、新規で、今、ここに来られたという方はね、ぜひそちらの動画とかね。あと、まあ、NHK から国民を守る党であるとか、国民主権党、平塚正幸さんという人が作っている国民主権党の、えー、話とかもちらちらしています。基本的には政治とか関係ない、政治ゴミかなぐらいな感じで、えー、お話をさせていただいております。最近はちょっとコロナの話題も多くなっていますけどね。うん、まあ,あの、そういう感じで、えー、いろいろな提案、 いやこういうことやったらいいんじゃないのとかね、事件を紹介したりとか、えー、政治のなんか、ね、不満を言ってみたりとか、そういうことをやってるチャンネルです。基本的には政治経済というジャンルの、えー、チャンネルです、えー。ぜひよろしければね、えー、興味がある方はねチャンネル登録していってください。またね、あの別の動画見てね、えーあ、いいなと思ったらそれからちょチャンネル登録していただく。でも構いませんので、えー、ぜひ見ていただければと思います。はい。ということでですね、えー、フリーライターのいつか笑って過ごす日まででした。ありがとうございます。ご心配をおかけします。